いなべ展の時間です。お出かけにぴったりのこの季節、カメラを持って散策したくなりますね。さて今回のラインナップはこちら。まずは温かい雰囲気に包まれた話題、2本続けてお送りします。9月24日日曜日、北勢町園原の正殿自治会館で令和5年度敬老会沢会が開かれ、敬老の日を迎えて地域の皆さんが憩いのひとときを過ごしました。お祝いに駆けつけた日置康市稲部市長です。元気な100歳の方訪問させていただきますよね。手先をずっとつこて見える方が多いですね。この間もそうですよ。終わりしようとか趣味やっていうのが、これとかね、折り紙がなんか趣味とかね。4年ぶりとなったこの会は、地域の老若男女が集って交流を図るとともに、長寿をお祝いする敬老事業として正殿自治会が開いたものです。この日は73歳以上の敬老対象者の皆さんに、正殿子ども会から子どもたちが心を込めて作ったお祝い色紙がプレゼントされました。いつまでも幸せでいてください、笑顔で過ごしてくださいなど、優しいメッセージがたくさん書かれていました。温かい雰囲気に包まれる中、アトラクションとして稲部町在住の南明夫こと広田和也さんの歌謡ショーもあり、圧巻の歌声を皆さんで楽しみました。この日参加したのは敬老対象者と子ども会、その保護者などおよそ30人。今年度は米寿1人、喜寿2人のお祝いもあり、米寿の川上巌さんは健康の秘訣をよく食べてよく飲み、グラウンドゴルフを楽しむことと話していました。近所の人との世間話を楽しみに参加した人も見られたこの会。正殿自治会の岡本勉会長は、日本を支え長年社会に貢献されてきた高齢者の皆さんに敬意を示し、目上の人を敬う機会として、これからも年齢に関係なく幅広い世代の地域の皆さんが気軽に集える自治会を目指していきたいですと話していました。9月30日土曜日、北勢町に流れる田切川で豊代小学校親子魚釣り大会があり、児童や保護者、学校関係者などおよそ30人が参加しました。これは豊代小学校の PTA 紳士会魚釣り部会が、児童に地域の自然と触れ合って美しい環境を守っていく大切さを学んでもらおうと開いたものです。魚の数と大きさを競うこの大会、地域の身近な川で川靴や追川などの釣りを楽しみました。最初に釣れた男子児童は最高と大喜び。釣り針につける餌は、多くの人が自宅から持参した魚肉ソーセージや食パン。そんな中、石の下に隠れているカワムシなどを現場で調達する子も見られ、手慣れた様子で餌をつけ、魚がかかった時の手の感覚がたまらないと話していました。そして徐々に魚がかかり出します。15.3 ぐらい、大会開始直後は川の水が流れる音が聞こえるだけで、参加者の皆さんも本当に釣れるのか不安な様子でしたが、調子が出てくると子どもたちにも笑顔が見られ、魚釣りに夢中になっていました。15センチを超える魚も釣れた親子魚釣り大会。豊代小学校の PTA 紳士会の渡辺孝之さんは、この体験を通して恵まれた環境の中にいること、そして自分たちが地域の自然を守っていくという意識が芽生えてくれると嬉しいですと話していました。この日は大漁賞3人、大物賞3人の計6人にプレゼントが贈られるなど、思い出に残る一日となっていました。魚釣り楽しかったです。
続いてご自身の健康維持につなげてほしい話題です。9月24日日曜日、健康フェス in イオンモール東院が開催されました。会場では様々な体験コーナーがあり、理学療法士の大谷博人さんによる怪我をしないための体操の紹介をはじめ、ウォーキング教室もありました。こちらの講師はビアティン三重サッカースクールコーチの田中淳さん。綺麗な歩き方を会場の皆さんに伝授しました。肘を90度に曲げて後ろに振りながら歩く姿勢など詳しい説明がありました。綺麗に、皆さん何より綺麗にまっすぐないい姿勢で足踏みできるようになってます。つま先と膝が重なっている、まっすぐ前を向いて、つま先と膝が。この催しは令和5年度いなべ在宅医療介護連携研究会運営委員会住民啓発事業として、住民の皆さんの健康増進を図るとともに、介護予防知識を深めてもらう機会にしてもらおうと開かれたものです。健康チェックブースでは頭の体操をはじめ、体脂肪率や筋肉量などが分かる体組成や血管年齢、野菜摂取レベル測定などを行うことができ、多くの買い物客が気軽に体験する姿が見られました。こちら参考にしていただいてね。はい。来場した人は、普段なかなかできない測定もあるので、買い物のついでに健康チェックできるこのようなイベントは嬉しいです。良い機会なので自分の体調を確認してみますと話していました。医療・福祉の専門職によるさまざまな体験が行われた健康フェス。いなべ市では引き続き地域住民の皆さんの健康増進の周知活動に取り組んでいきます。ここからはいなべ市市民活動センターに所属する団体をご紹介する地域の輪です。今回ご紹介する団体はふるさといなべ市の語り部の会。日頃の活動内容をお伺いしました。いなべ市の名所が現在も80箇所ばかりあるんですけど、そこの案内をさせてもらってます。定期的に集まって情報を共有しています。基本的には月1回勉強会とフィールドワークをやってます。この日皆さんが真剣に内容を確認していたことがあります。広報誌の目指せいなべ通の編集を私たち全員で行っています。これまでにもさまざまなイベントに参加してきました。沿線の掃除とか歴史名所の案内を兼ねて、いなべのええとこを皆さんに知っていただくために一緒に歩きながら私たち案内しています。大切な活動の一つにフィールドワークがあります。仁淀川上の鴨神社へお邪魔しました。そこで総代さんから八歩松明のことを説明いただきました。こうやってフィールドワークをしてね、研鑽を積むとみんなが力をつけるようにね、頑張ってます。歴史を正しく理解し伝承していくため皆さん真剣です。先人たちが作ってくれたね、この歴史人ですか。今回のこういう祭りたちももう昔の人からこれ400年も続いてるそうです。そういうのを受け継いで現代から次の代にバトンタッチをするという役目を担っていると思ってるんです。いなべ市の語り部の会は1人から300人まで案内すると。ですから皆さん気楽にお声かけをしていただきたいと思います。いなべはええとこばかりです。案内は語り部にお任せください。気軽にお問い合わせください。そしてお知らせです。10月28日土曜日、いなべコミュニティプラザで語り部公開講座が開かれます。講師に元伊勢神宮のネギである森慎吾さんをお招きして、伊勢神宮と地方のつながりやその魅力についてお話しいただきます。ぜひご来場ください。